よっ、絶対それ違うでしょ。違いますね、完全に。しかもなんか今すっごい自分の耳にきた。ダメだ、この使い方皆さんよろしくない、ごめんなさい。やって損したでしょ。損しました。やらなきゃいいと思った。前も見たことあります。はい。しかも自宅にこの入れ物があります。マジっすか。はい。マジっすか。はい。どうしよう、あれ動画でやっちゃってます。動画ではやってないからニコ生でやった。ニコ生ですよね。そうですよね、ニコ生で紹介した、はい、YouTube だと初めてかな。これ何かと申しますとですね、どっから見てもパズドラのお菓子詰め合わせや。お菓子詰め合わせでございます。包みではございません。いっぱい入っておりましてですね、私はですね、その存在を今日皆様にお知らせしに参りました。はい。次第でございます。これね、お菓子食べ終わった後もね、この入れ物のサイズ感がね、ええね。そうですよね。なんかちょっと入れておくのに、MacBook Pro サイズ。リビングじゃなくて寝室とかそういう細かい部屋の。枕元とかなんか部屋の片隅に置いておくなんかゴミ箱みたいにして使ってもいいし、最初の表現がゴミ箱はどうかと思いますけれども、普通に小物入れでもいいし、その用途はね無限大よ。そうですね、ちょうどいいサイズですからね。ちょうどいい、このサイズが見えやすいように開けちゃいましょう。このサイズがちょうどいいんだ。開けちゃって開けちゃいましょう。すごい開け方。力任せ。出てきました。いろいろ書いてありますね。食べたよ私。ミックスカレーせんべい。ミックスカレーせんべい。ミックスですね。ポップコーン。ごまビスケット。これなんかえらいパズドラ関係ない雰囲気になってますけど。これなんですね。これもパズドラ関係ない。関係ないの入ってますね。意外な展開ですねこれはね。パン味スナック。はい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 。美味しさ発見。美味しさ発見。コーンポタージュスナック。エビ、ごま、青さ。青さいいね。青のり。以上です。あ、私も今久しぶりに見て思ったんだけど。すっごいパズル関係ない。パズル関係あるの。ポップコーンとミックスカレーせんべいだけや。ですね。あとまあ箱ですね。もっぱらまあこれですかね。箱だよ。箱ですね。もっぱら箱だよ。もっぱら箱ですね。お菓子もいいよもちろん。まあチョコじゃないですけど、バレンタイン的な時とかホワイトデー的な時に、まあ、甘いもの苦手だっていう人とかちょっといいかもしれないですね。あとあれだ、親戚にあげよう。まあそうですね、超喜ぶよ。もうお子さんとかね、おいっ子さんとかなんかね、その親戚の子供とか行ったらもうキャーですよ。質じゃないよ、量でドーンとかさばっていこうよ。持ってくの大変だけど、まあ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 そうですね、軽いんでね。キッズとしてはもうもらった感でかいですよ。キッズとしたらだってもうこの量だよ。すごいですね、もうね。アイスクリームもハーゲンダッツじゃなくてガリガリ君でいいんだよ。そういう感じですね。でかくて甘けりゃいいんだよ。こんだけありゃもうわーでございます。私も小学校時代とか思い返すとさ、はいはい、味とかなんかより美味しいものとか言い出したのってもう社会人になってからだもん。小学校の頃思い返してだいぶ長かったですけどね、今のね。高校生組んだりでも十分ガリガリだよ。あ、もういやそうですよね。安くてでかくて甘い。私はいまだにガリガリですけど大丈夫ですかね。あ、いまだにガリガリ。いまだにガリガリことありますね。常にじゃないですけどそういう日も。私はガリガリ君もたまに食べるけど、いやたまには食べるよ。全く食べなくはないけど、もうちょっとなんかなんか160円とか200円台とか点取っちゃうから。ハーゲンダッツとか。ガリガリ君リッチとかではなくその上置いちゃう。リッチでも120円ぐらいだよ。ですねですね。全然なんかプレミアムとか、はい、その私は言っちゃうから。ただ社会人になってからだよ。まあ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 そうだね。僕もそうなれるように頑張りますよ、うん、いや別に今は買えないわけじゃないですけど、鉄板だよ。はい。というわけででかけりゃいいんだ。ドーンというこれですね、贈り物とかに入れ物だけで十分だよこれ。入れ物だけで価値あるよ。はい、アフタークストアでチェックしてみてください。店舗でもね、見かけたらすっごい迫力あるんで。そうですね。どうやら今店舗の方は在庫ね、減りつつあるようなので。あ、そうなの。ちょっとお急ぎください。お店の方は。石の方はね、売り出した時とかすげえタワーみたいになってたよ。ガーッつって山のように。はい。どうぞお買い求めください。どうぞ。概要欄のリンクからどうぞ。さよなら。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします。私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にも様々なイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますのでぜひともご確認ください。現地で参加できるイベントもありますので、機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやすけバイヤーのチャンネルなどたくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですので、ぜひとも他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。